こんにちは、ハノンのさとみです。今回は前回の続きです。このドールソーイングブックハノンアレンジメントに掲載のエプロンドレスの、今回はこのスカート部分を作ってつなげて完成までしたいと思います。それでは作っていきます。前回の続きをいこうと思います。エプロンの胸当てが出来上がったので、次はスカート部分になります。まずはスカート部分の縫い代、両脇と裾部分をアイロンで折っていきます。両脇と裾の部分をアイロンで折りました。表から押さえミシンをしていきます。両脇と裾の押さえミシンが終わりました。で、今度裏側にして、ウエストの部分の縫い代に2本ギャザーミシンをしていきます。ミシン目を 2mm か 2.5 mm ぐらい、ちょっと大きめに、ミシン目をしていただいて、返し縫いなしでミシン、ギャザーミシンをしていくんですけど、始まりと終わりの糸は10センチ以上、15センチぐらいしっかり残した方がギャザーが寄せやすいです。ウエストの縫い代部分に2本ギャザーミシンを入れました。で、ギャザーを寄せていくのですが、ちょっと距離があるものは両方から寄せた方が早いので、まず左側の裏地側に出てる糸2本をスーッと引っ張ってギャザーを寄せて、今度右側の裏地側に出ている糸2本を両方同時に引っ張ってギャザーを寄せます。こんな感じで、ウエストのベルトに、ウエストのベルトの幅に合わせてギャザーを寄せていきます。なので、ある程度ギャザーが寄ってきたら、片方の糸は結んでしまって、しっかり根元で結んで、でもう片方の糸を引っ張りながら長さを調整していきます。また同じように裏地に出てる糸2本を引っ張って、ぴったり合うように合わせていきます。ぴったり合ったら、こっちの糸4本をまとめて
しっかり根元で玉結び、ぎゅっと、ぎゅっと、結びます。それからギャザーを整えて、均等にギャザーがなるように整えて、アイロンで押さえます。糸も切ってしまいます。こんな感じです。これを先ほどのウエストに中表に合わせて待ち針を打っていきます。こんな風になるべくたくさん待ち針で留めていきます。これを、縫うんですけども、スカートを上にして縫っていきます。こんな風にベルトとスカートをくっつけました。で、今度はこの縫い代をベルト側に倒していきます。ベルト側に縫い代を倒しました。次は、このベルトをまた内側に、裏側にアイロンで折っていきます。表からも見直しながら、幅がね、均一になるように。で、このベルト部分を布用ボンドで内側、裏側に仮留めをします。で、ベルトの横の両端の縫い代も裏側に倒して布用ボンドで留めます。はい、スカートの部分が出来上がりました。で、これを今度先ほど作った胸当て部分と仮留めをしていきます。まずね、真ん中を確認して、こう。布用ボンドを胸当ての縫い代につけます。で、スカート部分を配置していきます。
な感じで、ここが今仮留めされました。次は、この肩の紐の部分をウエストに仮留めするんですけども、つける場所は、もう一度型紙合わせていただいて、書いてください。で、また布用ボンドをこういうふうに貼って仮留めをしていきたいと思います。はい。こんな感じで仮留めが終わりました。で、今度は表にして、ベルトの部分に押さえミシンをしていきます。はい、ウエスト部分の押さえミシンが終わりました。これで後ろの脇にスナップをつけて完成です。な感じになりました。皆さんもいろんなアレンジをして楽しんでいただけたら嬉しいです。今回もご視聴いただきありがとうございました。